アルトです。はい、来ました、はい、来ましたじゃない、帰ってきたただいま。マジで伏せやで、うん、俺伏せおんねん、地元やねん、うん、地元行くの鶴橋、鶴橋からもここ近鉄の電車で3分、うん、急行とか準急で、うん、やばい、見てこれ、セガギゴになってるラインシネマも潰れたし、小学校、中学校、高校の頃とかこの辺チャリで来てたよ。その伏せになんと撮影で来るかと、まさかのまさか地元の紹介でございます今回、うん、この辺チャリで俺高校の頃とかあそこにビブレとかサティとかあってん。へえ、そうなんや、イオンになってたわ。あが全部変わってんねんな、うん、ビブレサティの前で俺高校の頃か初彼女ができて、ただやっぱなんか部活頑張りたいとかなんか勉強頑張りたい、いろんななんか多分理由があって、うん、そう振ってしまったわけ、ね、あ、そうなん、めちゃめちゃ泣いてて、ごめんっていう、ほんまビブレとかサティのデパートのあの手すりのとこって 前でやっとってん、ほんまめっちゃ覚えてるやん、もう青春がここにあってラインシネマとか千と千尋とかも俺ラインシネマで見たで。へえ、今ないけど、懐かしすぎる。で今回やっぱ視聴者さんの依頼、あ、そうなん、そう、何人か結構来ててん。へえ、やっぱ俺の地元おもろいんや、鶴橋しかり伏せしかり、今回めちゃくちゃ上ブログや、めっちゃ上ブログ。ジョーさんこんにちは。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。今回ジョーさんに探っていただきたいのが東大阪市の伏せ商店街。はい、あっちも伏せ商店街、うん、続いてんの一個一個通りの名前あんねんけど、商店街な、うん、にある世界ホテルという、うん、あ、ホテル、うん、うん、というホテルです。このホテルは商店街の空き店舗をホテルが買い取って宿泊できる部屋に改装して利用しているという画期的なホテルだそうです。ちょっとまだ分かれへんや、うんうん、この感じやったらどういうこと、うん、日本のベンチャー企業が経営しているというのも興味深いポイントです。旅行者にホテルを利用してもらうことで商店街も活性化するのがすごくいいところだと思いました、うん、まあまあなんか近くにホテルがあるんかな、うん、自分もまだ利用したことがなく、すでに YouTuber が何組か紹介してたこと、まあなんか取り上げてる人おったわ、うん、見て知りましたが、やはりジョーさんが紹介することでもっと他の地域や全国の廃れた商店街の活性化につながればいいなって思いもあり、ぜひ調査をお願いしたいです、よろしくお願いしますというわけでありがとうございます、はい、皆さん概要欄から公式 LINE 企画待ってます。はい、というわけで今回のねホテルを皆さんに案内したいところやねんけど、まあどこ見てもねホテルらしいホテル、うん、あるんかなっていう感じじゃない。そうやな、まあ、もう普通の商店街ですね。そう、伏せ言うたらもう戦前、戦中、戦後、まあ鋳物やったり金属加工とかですごい流行った町で、ここの伏せの商店街も戦前ぐらいからそうなんや、やっぱりその金属加工やったりとかが町工場がどん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 増えていって、でここは盛り上がっていったわけん、まあ多い時だと780店舗以上この商店街には、うん、店が軒連ねててんけど、やっぱここからでもちょっと見えるように、ほらやっぱな、あーほんまや、シャッターも目立ってるやん、うん、うわ懐かしい、あ、ここよく来てたんですか、チャキチャキチャキ来てたわ、ほんま、そう、ラインシネマの別館とかもあってんやん、この辺青春スポットやで、俺のチャリでこの辺徘徊してたわなんでチャリやのにブンブン吹かしてんの育ちでるなこういうエモい看板とかあるけど、でもやっぱり全国的にな、その商店街っていうのがやっぱりこう空き家やったり空き店舗っていうのがどんどん増えていって加速っていってるっていうのは社会問題となってるやん、うん、ただやで今回そのさっき言ってた世界ホテルです、うん、どこにあるの、してないですね、いいよいいっすか、いいよ今日もう、もう来てるようなもんやせやけど言うとこか、一応言ってみましょう、行こう、よっしゃ、ジョブロック、はい、というわけで皆さん今回僕たちが宿泊するホテルをご紹介します、はい、ホテルはこちらです。どういうことどういうことどういうこと、これ全部、うん、ホテルという空間です。分からんえ、どういうこと、もうここホテル、いや商店街や、商店街がこの街全体がもうホテルなんですよ分からんってマジで分からん、世界ホテルっていうホテルやね、はい、やったらどんなイメージ、うん、部屋があって、はい、宿泊の人泊まる部屋あるよな、うん、ある、例えば部屋やったら、マキここもな世界ホテルやねんって言うてる、言うてる、そうお風呂がないホテル、
そう、お風呂ないんや。風呂あんねんあんねんあんねん。え、どういうこと？ちょっと答え言われたけどな、はい、分からん分からん、答え聞いても分からん。これ部屋。あ、こ、あ、これ？これこれ部屋。これ4って書いて、これ7個あるんです。へぇ、今日泊まるんです。でもお風呂ないね。風呂は千里。そうです、恵比寿。なんかすごいって。あ、行きます。ありがとうございます。一泊でも1万、俺だって、え、1万ちょいやつ。そうですね。あ、でも今日、多分夏休みやからですね。あんたどこで見たことある？あ、僕、ジョーって言うんですよ。やっぱり。はい。めっちゃ有名やん。いや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 、おばちゃんの有名やん。いや、それは嬉しい。ありがとうございます。おばちゃんのやつ。あ、そうですそうです。西成を紹介したり、あの、旅したりとか。違う違う、私ちゃうみたいな。めっちゃおもろいやん。地元のおばちゃんこんなんやねん。めっちゃおる。何倍よんな。はい、そう、もうほんま伏せとか行くのって感じするわ。東大阪とか感じやねん。俺の地元こんだからこんな風に育つ。納得やわ。みんなが納得しろ今。これ看板見て、その当時のこれ看板がそのまま残ってんの。ほんまや。もともとこれ安西骨継ぎの店やってる。ああ、がここが今部屋になってんの。部屋、これ部屋やねん。後でまたチェックインしてから案内するよ。チェックインはどこなんですか。これフロントは、フロントマン、あとこの商店街の中にあるから。あ、そう、あ、なんとなく分かってきた。分かってきた。なんとなく分かってきた。これも、あ、これも。そう、だからフロント中心に客室がこの商店街の中に点在してんねん。通常のホテルだったら一棟に全ての機能を揃えてるやん。そうですね。やけども、うん、このお部屋の飲食店とかはもういわばホテルの食堂みたいなもんやん。街全体にホテルの機能を分散させてるっていう。なるほど。うん、だから、うん、もうここに来たらこのホテルに泊まんねん。この商店街に泊まるような。なるほど。この日常っていう伏せっていう街に溶け込むことができる。なるほどね。非日常体験を味わうことができる。世界ホテル今からチェックインするんだけど、うん、そこに泊まるイコール宿泊者証明みたいなもらえんねん、うん、まあ言ったらパスポートみたいなもらえんねん、うん、それ持ってたらまあこの辺のもう店舗みんな提携していってるから、うん、なるほど。提携店で安くなったりとか、はい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 、そう。あとは朝食のモーニングとかも喫茶店タダだったりとかするプランとかもあったりとか、まあ夕食とかも飲み歩きプランとかあったりとかって、まああとでまた詳しく説明すんねんけど、やっぱシャッター目立つけどな、うん、悲しいよ俺この辺チャリでこうやってやってたから、盛り上がってた当時あったから、うん、だけどなんかそのホテルと提携することによって、うん、そのホテルが商店街全体を利用した宿泊者を集める施設を作っちゃったってことやね。なるほどね、うん、じゃあ来るわけやん、その世界ホテル面白いやん、うん、商店街に泊まるようなもんやん。おもろおもろ。だから来ましたってなったら他のお店とかにもどんどんお金落としていってくれるわけやん。うんうんうん。わ、ここのコロッケ屋もうまいね。ちょっと今買ってくんな、まあ、チェックインマンやけど、はい、どうぞ。こことかもどんどんマップ載ってんねん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。70円。安いな。安いね、うん、あー、うまっ、うまっ、うまっ。昔ながらのコロッケの味効いてるわ、肉の。あ、うん、まっ。これよ、おかんとか買って売れてくれてん。食べていいよ、熱いけど。でもやっぱおばちゃんとか優しいな。なんか街を感じてる感じが始まってきた、うん、でたこ焼きとか作ってからちょっとチェックインしよう。これチェックインする場所もおもろいね、うん、またじゃあこの商店街巡りながらちょっとチェックインするまで楽しもう。これか。こんにちは。今日世界ホテルに泊まるんですけど、でちょっといろいろ商店街散策して紹介しようかな。ソース前ですよ。うん、ソース前。何がおすすめですか。醤油っていうのが大人気あるんですけど、はいはい、何も塗らないこのままなんですよ。ベースで。が一番あの基本ソースはあるんですよ。あ、じゃあそれします。ということで。はい。情報によると調べてきたんですけど、あのトンクさんの兄弟なんですか。ああ、そうです。兄さんですか。ありがとうございます。ちょっと目の前で食べていいですか。あ、どうぞ。うまそうじゃん。うまそう。うん。どうない？綺麗な丸。もう店よく来てたんですよ。あの、鶴橋出身なんで。ああ、そうだね。そうそうそう。いただきまーす。もうちょっとなんで。下の方は地元ではないけど。地元は行くのなんです。いや、ありがとうございます。見てくれて。めっちゃうまいですよ。うわ、ふわ。熱ない？とろ中。あ、めっちゃちょうどいい。醤油味めっちゃ効いてるし。うん、うまい。ペロッといける系ですね。そうですね。食べ歩きしていきます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて。はい、ありがとうございます。楽しんでください。楽しみます。めちゃめちゃ。嬉しいな、言ってくれてて。なんかこんな感じで、この街の住人になったかのように溶け込めんねん。めちゃめちゃ熱そうだな。あ、ここも、ここも後で行こう。もうホテルの中にいろんな店舗あるようなもんやね。うわぁ、ここ。
ここ朝食会場やね。明日休みや、台風やから。商店街やからもう風関係ないかなと思って、もう台風やったけどもう入れちゃって、急にホテルに電話して撮影許可、心よくちょっと許可してくれてありがとうございます。突然やのに。でご紹介させてもらおう思ってんけど、やっぱ台風のシーズンやからこうやって閉まってみる店あるけど、そうやね、あそこ朝食会場で、おもろいおもろい朝食会場が普通の喫茶店なんですよね。だからそう、ホテル泊まって朝食プラン追加してる人は、はい、ただでモーニング食べれる。なんや、おもろ、それおもろい。うまい、マジでうまい。うん、うわ、ごちそうさまです。ごちそうさまです。マルコウテイさんさん、ありがとうございます。マジでうまかった。うん、なんか今下町って感じやな。確かに、うまくて、もうここだからホテルの廊下みたいなもんや。どこ、ここに立ちつく、ほんまや。だからもう商店街丸ごと、町丸ごとホテル、うん、こちらがフロントでございます。婦人服、広島や、うん、その当時、婦人服屋さんで中をリノベーションしてね、じゃあ商店街の空き店舗とか空きテナント、空き家とかをリノベーションして、それをホテルのフロントにしたり、客室にしたりとか、銭湯、大浴場もあったりとか、なんかちなみに記事で見てんけど、ここにとある日、女の人が花を持って来たらしいね、このホテルに。ほんで、私の母が、実は当時、ここで婦人服をやってて、もう亡くなったんですけど、ありがとうございます、こういった形で残してくれたら、ペンで母も喜んでると思います。うわ、めっちゃいい話やん。すごい心温まる話で、俺キューンって来たよね。うん、もうこのなんか看板がそのまま持ってんのがめちゃめちゃいいっすね。いいよな。うん、それがなんか愛を感じるよ。うん、こちら今回ご宿泊する世界ホテルでございます。はい、すいません、こんにちは、よろしくお願いします。めっちゃ可愛い T シャツとか、うまい、ちょっとチェックインの。はい、では宿泊者の皆様にこちらをお渡ししておりまして、はい、世界パスって呼んでいるんですが、はい、こちらあるだけでこの町の常連さんの仲間入りをしていただけるので、下げながら歩いてたら、あ、宿泊者なんだなっていうので。そうでございます。なるほどなるほど。実質的な言葉が旅先の日常に飛び込む。このホテルと仲がいいっていうか、まあ多分全部そうなんやろうな。うん、うん、商店街自体がこうやって仲良く、なんか公式 LINE みたいなのさっき登録してんけど、うん、聞きたいこと聞いたら、もういろんなおすすめの店、自分に合った店紹介してくれて、この商店街やったり、その商店街のちょっと外側も、いわばもうここ全体がもう宿泊施設みたいな感じになってる。最後になんですけど、はいはいはい、こんな格好のいい癖の商店街、ぜひお楽しみいただくために、はい、言われたらケーキ漬けのおみくじをご用意しております。はい、おみくじですね。ケーキ漬けに5番です。ひどくひどくおかしい。エリス神社とか商売繁盛の町やから9です。この店の町は商売繁盛の神様エベスさんが見守り、全部で17の商店街は、だいろんなこう商店街な、うんうん、で普通の商店街って。どうぞお確かめください。やった大吉。すごっ、すごいな。お待たせしました。今日なれ、今日なれ。あ、大大大大吉。大大吉、大の数で表してるんや。そうそう、もう全員大吉やけどみたいな。ほら、馬肉料理って居酒屋かな、うん、昭和館のうまい居酒屋。うわ、絶対行こう、うん、あ、これさっきや、さっきのやつ、肉料理1日3000個っていう、これ愛禅商事って、あ、ここも面白そう、うん、ちょっとな、歩いてきただけでもう楽しいな、うん、楽しいな、これは。じゃあちょっと本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。それではお部屋の方まで。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと部屋案内します。いやいやいや、何そのカバン。買っちゃった。早速買ってるやん。俺な、手作業なかった。うん、確かにな。だから俺今日ビニール袋やってん。でもちょうどよかった。あ、ここですか。うわー、すごい。おー、ここがお部屋なんですか。想像つかん、中、うん、中も髪ジャーなってる。なってるか。おー、すごい、きれい。え、すごっ。僕らが宿泊するのは別のとこですよね。別の部屋。別の部屋も今回紹介してもらえるってことで、うん、すげえここ。あ、だからこれ工場の雰囲気と工場の雰囲気残してるんですかね、伏せならではで。そうです。客室は全部泊まれる町工場がお部屋のデザインコンセプトです。なるほど。すげえ、これその当時の写真とかそういう感じなんですかね。もう素敵すぎるやろ、このリノベーション再活用の仕方。めっちゃいいな。いや、そこにおった店主さんも絶対喜ぶやろ、うんうんうん、自分のなやってたお店が看板がそのまま残って、なんかうわいいな、ドライブしたいな。分かんないけど止まらんからな。なんか俺らが見てきた廃墟とかってん、うんうん、いろんなシャッター商店街とかのこういった形でな、うん、こうやってめっちゃ理想っすね。な、理想やんな、うん、夢よな、うんうん、感動してる。こちらが6人部屋になりました。あ、6人部屋なんですね。こちらが6人と洗面台とお風呂場
とトイレのあるお部屋ですね。うん、こっちは広いですね。お風呂か。ちゃんと新築やろ。新築のホテルやな。めっちゃいい。これ今商店街の中におんねん。忘れたらあかんな。忘れるな。この世界観の違いがありすぎて。あ、でここで3人寝れて。3人で、上3人で。絶対楽しいわ。うん、若い子らとかがな、ね、最高やと思う。商店街で食べて飲んでってして、うん、みんなでここ来て、うん、また多分なんか宅飲みするのがわからない、うん。めっちゃいいな。まあ、絶対チンはやるやん。うん、やりたいよ。もう。もうやる、やろうとしてる。もうやろうとしてる。男女で来て。トイレ綺麗よ。シンプルにあのちゃんと綺麗なやつ。そうそうそう。でも嘘でしょ、多分ほんまここ紙屋さんじゃなかったでしょ。もともとこうやったやろ絶対。無理やろ、あの看板作ろうがむずいわ。ちょっと全然出てまんけど、なんかちょっともらっていいですか。見てくれてたんですか。アマゾンって書いてみた。そうなんです。旅やったり日本全国世界旅して、で今回この世界ホテルさんにちょっと宿泊させてもらって、いろいろ商店街とホテルの紹介で。お二人でやられてるんですか。そうです。ご夫婦ですか。はい、そうです。あ、え、娘さん。はい、娘さん。あ、娘さん、俺テレビのあれで見たわ、掃除手伝ってるって。何がおすすめ。こんな感じ。あ、コンテン好き。じゃあ俺コンテンもらおう。チーズも一緒やな。チーズとコンテン一つずつもらって。めっちゃ安い。めちゃくちゃ安いですね。あ、もういつ味見でも少ないんで。いや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 。いいですか。あ、いいですよ。いやいや、あ、ありがとうございます。やった。あ、すいません、ありがとうございます。ぜひ皆さん来てください。いつやかまぼこ本舗ですか。あ、そうです。あ、うまっ、うまい、うまっ。ビール欲しい。めっちゃ素敵な人ですね、みんな商店街。なんか大阪っぽいですね。そうなんです。なんか下町というか、撮影しててもよくいろんな人声かけてくれるな、最近から。確かに、うん、とかお店の方も優しくしてくれて。いつでしたっけ。2018年、はい、5年前ぐらいですかね。そう、5年経ちまして、100年あそこにホテルができて、こうやってどんどんこうさ、うん、空き店舗とかをリノベーションして、なんていうかな、地元との密着というかがすごいよな、うん、いいな、なんかこう、うん、そこに努力が垣間見れるような、うん、世界ホテルさんの、うん、いろんなこう根回しがいるわけやん、うんうんうん、地域との交流ってやっぱりこう地域の人らからしたら不安な要素もあるかもしれない、うん、そうですね。世の中になんかあんま聞いたことないもん作るって難しくない、うんうん、うまっ、マジでかまぼこうまい。ここ3つ連なってるんですね。見ていただけるとどこの何屋さん行ったかが分かる。そうですね、うん、喫茶店で、でこっち、あ、高級和菓子、和洋菓子。あ、まずこちらの真ん中の川坂菓子店だった、はい、はい、お店をリノベーションしたお部屋をご案内させていただきます、はいはい、ちょっと裏から入り口がやから回ってきてんけど、うん、エモいな。はい、またな、想像つけへん内観が。そうやな、内観が。うん、お邪魔します。もう広っ。お邪魔します。どんだけお菓子売ってたんだろう。めちゃくちゃ広い。え、何人部屋ですか。こちらも6人部屋でございます。あ、ここは2階に集中的にそうやってあの寝室があるタイプですね。うん、よくあるわ。うわ、楽しいやろな、みんなで来たら。うわ、上がすごい風情を感じるわ。だからもうほんまに屋根とか外観はそのまんまなんですかね。なるほど、建物自体で中を変えたってことですね。うわ、すごいね、素敵やな。こちらのお部屋のメインとなりますのが、はい、カーテンの奥にございますので、はい、ぜひカーテン開けてみてください。一般的なホテルさんですと、まあ、オーシャンビューなんて呼ばれると思いますが、あ、海ですよね、はい、海が見えたりとかは街ごとホテルですので、商店街が上から見下ろす商店街ビューとなっております。開けます。わ、見て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 、ほんまや。商店街ビューやな。もう商店街に住んでるみたいな感じや、うん、何々くん遊ぼうって言ってるやつやろ。ほんまや、子供らが近所の、うん、なんか落ち着きますね。なんか地元帰ってきた感じがしますわ。落ち着くわ。なんかほっこりします。涙出そうなる。あ、すいません、ありがとうございます。今回撮影許可をしたからこうやって案内してくれてると思うけど、普通に普段から案内してくれるみたいな、うんうん、な、部屋まではね、部屋も、うん、ここ俺らが泊まる。岸さんもみんな見て、
でここは共用やねんな、うん、なんかそのリビングとか共用のスペースがあって、うんうん、まあ、部屋は個室みたいな、まあ、俺ら2人やから、うん、もうあの2人部屋で大丈夫です。なんか綺麗な、なんかまだな慣れへん、この世界観の違い、うん、ギャップ、商店街からなんかお菓子が入った喫茶店入った思ったらホテル今回は共用部分、うんうん、だから宿泊してるお客さんもおるから、そうっすね、あ、ほんまや、こうやって部屋がいっぱいあるんや、そうそうそう、はいはい、シェイクさんシャワーシャワー、はい、で、俺らどっち、そう、ある位置、眼鏡かけてんのに眼鏡探してるやつみたいな、ええ、食べるすんの、涼しい、いいな、ここもなんか前商店街なんやろな、うんうん、うわ、いいな、この窓が開くんか、それほら、商店街ここやばいってやばいっておもろすぎやろ、あ、ここも綺麗やな、うん、で、あの、あれやんな、あのアメニティ系だけ使い捨てとかそういうのを削減するためにオプションでフロントで買うみたいな感じだったな、うん、だから持参してきた方が、まあ、スムーズにいくんちゃうかな、うん、まあ、買うんやったら買うでって感じ、お湯のはしてんな、それ絶対してんな、見つける感じやめて、やり直しを別にええやん、いや、いいよいいよ、定期的にやっぱやらなあかんやん、全然いいけど、見て見て見て、うわー、俺でもこれは使ったことないわ、あ、そうですね、ケロリンとかシャンプーとかいっぱい入れて、下町の少年やな、うん、だからほんまにだからこの商店街のところにある銭湯がいわばこの世界ホテルの大浴場に当たる、うん、でこのパスを持ってたら無料で入れるわけやから、うん、風呂は一旦後にして、うん、飯と飲みと行こう、いや飯と飲み別なんや、一緒やん、もうそれいや分かるけど、飯と飲みわあ、とうとうこれすらももう、うん、やっぱなんかこうエモいものに反応するようになってもうた、っていうかなんか俺の地元からこんな風になっていってんの嬉しい、うん、なんかやっぱりこう廃れたん見るってちょっと寂しくなるやん、うん、半分以上減ったらしいね、やっぱ店舗自体は、そうなんや、まあ、ちょっとお盆休みとかもあってあのシャッター多かった面もあるけど、うん、やっぱでもやっぱりちょっとこう落ち込んでたところこの世界ホテルさんが商店街と交流しながらあの活性化させていくっていう、こういう形で俺もピックアップできてこうやって宣伝できるのも嬉しいし、うん、全然あれで、だから企業案件でもなんでもない地元に帰ってきてちゃんと面白いとか撮影しろっていう状況で、ほんと一回ちょっと飯行こうか、行きましょう、飯と飲み行こうか、うん、え、なんなんそれ分ける感じいいやん別に、なんでさ地元ここですよ、鶴橋、はい、よく来てました、この辺でも映画館、ラインシネマあったじゃないですか、あ、そこベッカーあったでしょ、潰れました、あ、ありがとうございます、今日ちょっとあのホテルで紹介で、そうです、ありがとうございます地元と、ね、あったかい人が多いな、あったかい人間が生まれるのも分かるやろ、うんうん、なあ、あったかい人間が生まれるのも分かるやろ、無表情でこんな人先ほどと商店がパッと外れた、うん、桜と時代遅れ、さっきなホテルのスタッフさんが紹介してくれた、ここもあれやで、もうストリップやで、あ、これ伏せの、今日はな、さすがにな、うん、ちょっとあの深夜にな、入れから行こうかな、いや行くんやんじゃん、皆さんにはちょっと届けていきたい、行きたいよな、行きたいな、ちょっと興味あるな、なんか社会勉強としてるから、そう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 、純粋な気持ちで、純粋なな、勉強っていうか、うん、不自然な気持ちを一切なし、まあ、そこまで言っちゃったらもう不自然な気持ちになってきちゃう、なってくる、何も言わんで、一回じゃない、みんなに何も言わんで、いいなめっちゃ、じゃあ僕生もらっていいですか、いい、うわめっちゃ美味しそうや、刺身かな、レバー刺身、しゃぶしゃぶとか。大将飲みますか、飲んでください、いいですか、あ、もちろんですよ、ありがとうございます、乾杯しましょう、いやいや、せっかくなんで、あ、そう、ストリップもあるですよね、あ、そう、行ったことなくて、いいですか、海産って呼ばれてる、へぇ、いただきます、ありがとうございます、お願いします、ありがとうございます、はぁ、ま、ここは店の名前が時代遅れ、あ、時代遅れですか、やっぱそういうあのレトロな感じのあれやから時代遅れみたいな、大将はこれ平成生まれ、大将も若いですよね、あのジョーさんの1個下ですね、僕はめちゃめちゃファンで、マジですか、わやったホテルさんから連絡あって、はい、めちゃめちゃ法事、あの韓国で法事してる最中に連絡来て、はい、で YouTuber さんが来るって
はじめスタッフさんは、はい、なんかそういうぼんやりとした感じ来るかもしませんみたいな、あーなるほど、はい、しかくれなかったんですけど、はい、支配人から連絡あって、はい、ジョーグログさんが来られますよ、はい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 、もう急いですよって服着替えて欲しいったんですね、はい、あ来させていただきました。あんたも韓国の国籍も持ってる人ですか？あ、もう韓国の、純韓国の。あーそうなんすね、僕も北条多かったんで分かりますマジっすよ、はい、僕あの地元鶴橋なんで、あ、ほんまっすね、もう隣じゃないですか、なのでもう小さい頃からよう伏せ来てたんで、だからびっくりしました。あのセガがなんか変わってましたね、ギコみたいな名前、めっちゃゲーセン行ってたんでセガで、そうですね、ビブレとかイオンになってたし、うん、サティもなくなり、サティもなくなって、ね、ラインシネマもなくなって、でもあの面白いホテルやなと思って、だから紹介したいなと思って、ホテルさんがここのお店とかいろいろ教えてくれて、ここも雰囲気いいですよみたいな感じで言ってくれたんで、うん、やったぜひみたいな感じです。ありがとうございます、はい、1名がこちらの卵の黄身を甘辛いタレでつけた、めちゃめちゃお酒に合わせて、わ絶対いいですね、あの伊勢の町でエベスさんの町って言われてるんで、はい、エビスの宝玉って名付けてる。あ、なるほど、そういうことか、なるほど、結構味しっかりついてる、ちょっとずつもうちょびっとこう食べたら、はい、いただきます。ちょびっと、あ、え、あ、黄身やのにそういけんねや、うん、めっちゃ味効いてるわ、これなんだしですか、なんか、あ、そうです、甘辛い特製だしで、うん、めっちゃ美味しい。いつからですかこの店？もう4年目っすね、6月で3年になるっす、うん、すごいですね、そのなんかまだ僕と変わらないってことは、若いじゃないですか、こんなこだわった店やって、うん、こだわったメニューを置いて、そうやな、もうメリフォード落ちがよ言うな言うな、そんな言うな、いや自虐やったらまだいや、まあいいよ、笑いに変わるから、いいけど、じゃあこの辺が地元なんですか？あ、伏せなんですか？高校どこですか？まあ、僕はちょっとそんな賢くなかった。僕はあれですけど、西新高校っていう山手の、あ、西新、西切りの方、生駒の方ですよね。あ、そうです、ね、それは地元トークやな、山の方で今の話題の部分は別チャンネルの方がよ、タグチャンかなんか、うん、今回何チャンネル、メインで、そうですね、世界ホテルと伏せを知らしめに来た感じですね。あありがとうございます。街をもともと南とか新地とか、はい、同じぐらい流行ってた、もうほんま十何年前、もう20年もいかんぐらい前までは、はい、また見つかるぐらい、ただなんか時代の流れでだんだん廃れていって、手の跡も増えていって、今でもでも、はい、美味しい店とかめっちゃ多いですよね。こういう居酒屋さんしかりですし、バーとか夜のお店とか、はい、キャバクララウンジとかも、伏せめっちゃ多いですよね。めちゃめちゃ多い、うちのメイン料理の、わうまそう、紅白刺しっていう馬刺しなんですけど、はい、で多分他ではない、あの440円でね、差しもらってたんで、馬刺しが440円で食べるって結構珍しいかなと、でもうまそうなんだ、そうなん、セットで食べていただいたら当の味わいになる。へえ、うわあ贅沢やな、最高や、うんまっめっちゃうまいっすね、とろっとろ、脂めっちゃ乗ってて、うん、柔らかいし、柔らかいし、奥にちゃんと歯ごたえあるし、うまいっす、マジで、ありがとうございます。これは酒進む、ハイボールください、かしこまりました、見て循環みたいな、あ、そうです、そうです、なんか懐かしすぎて見回ってたんですよ、あの店なくなったわとか、じゃあなんか、ね、床屋のおばちゃんとかに声立てられてなんで話して、いろいろ変わりましたもんね。小さい頃も映画館3個ぐらいありましたもん。ありましたよね、別館とかあって、僕だってそこで多分千と千尋見えましたもん確かに確かにジブリデビューでした、うん、はい、この辺はどういうお客さんが来るんですか？やっぱりね、結構昼飲みできて、はい、で朝まで飲めるっていうスポットなんで、お客さん層はほんま広いです。へえ、うわーやば、おお、青さのあんかけがかかってる。へえ、匂いがもう出汁の匂いめっちゃ効いてんね、うん、この時点で、うん、いただきます。うわほぼ出汁っすね、もう旬で過ぎて出汁が勝ってます、卵よりめっちゃ出汁何や、ほぼ出汁ってめっちゃうまいっすね、ここはやばいっすね、うん、うわぁ、美味しい、マジでうまい、うん、幸せ。今日何の撮影やったっけ世界ホテルや、あ、世界ホテルでもここもホテルなんですよね、もうもう全部がもう、言うたら一体化してるみたいな、うん、街自体はっていうことですよね、うん、町自体を盛り上げようということで、そうやって連携してるのがすごいいいですね。結構伏せ自体がアットホームな町で、なんか横のカウンター商売が多くて、横のお客さんと喋れる雰囲気がいいんです、うん、ああなるほどなるほど、違うコミュニケーションが生まれるっていうのが、下町みたいな感じ、まあいいですね。やっぱそのこの大阪ならではですよね、うん、中でよりこう伏せもそういうところが強いというか、うん、今日も僕だから歩いててめっちゃ感じました、ね、めっちゃ壁ないなオープニング撮ってる時におばちゃんがもうずっと話してきておばちゃんちょっと
と待って多分みんなが見てんのは一部やから、うんうん、実はだってカメラ外で2回目は歌もん、ね、そうやな、ほらほら結論からいいノブロック。いや、そうなんですよ、僕も今日からちょっと緊張してるああ、ほんまですか、お手伝い、いや、お手伝いさんの顔じゃないベテランの顔、ベテランの顔やな、お手伝いさんこの店、支配しようとしてる乗っ取ろうとしてる顔やって危ない他のお店をこの辺でされててってことですよね、もともとやってはあ、やってて今もう、昼の方に行くことであ、で、ちょっと今後手伝おうみたいな僕、大丈夫ですか本来は多分大丈夫じゃないか。お金の服キーヒー。いやもうここやから。そうで。いやありがとうございます。ここやから。じゃあちょっと乾杯させてください。じゃあ行きましょう。めっちゃ楽しいなって。めっちゃみんな人柄が良くて。ちょっと夢の話してた。うん。熱かった。今後の俺の。僕らは響きました。僕らは響きました。いや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 。僕ら今後の展望です。視聴者さんは大事やからちょっとまた伝えます。僕も。嬢さんほど壮大な夢を持ってないですけど、店を前ぐらいまで復興させたいなっていう町おこしの時間で、うわっ、じゃあそれを祝って乾杯しましょう。これから店を盛り上げということで、ありがとうございます、はい、皆さん店に来てください。お願いします。盛り上がっていくんで、はい、乾杯。なるほど、やっぱりだからこう昔に比べたらだいぶ衰退してる部分があるから、あれぐらいもっともっと伸ばしていこうみたいな。そうですね、土曜市って来たことあります、あの店で各州で行われる商店街を全部巻き込んだイベントなんですけど、わかりますわかりますわかります。もう店の前とかに並べて、そうそう、行きました行きました。そうです、それがもうずっと小さい頃はもうすごい人が溢れるぐらいおったんですけど、はい、僕はあのそれは東京おったりとか枚方おったりしてて、25歳ぐらいに帰ってきたらもうすっぽりその協力してるとこあるけど、もう穴だらけになっちゃってるし、穴だらけになってて、でやっぱそこってやっぱ時代の流れもそうですけど、人も減ってきてやっぱそれ協力する店舗もいなくなってるからこうなってんやろなっていう、僕はめっちゃ寂しかったんですよ、子供の自分が楽しすぎて。なるほど、あそれをもっともっと復活させたいというか、はい、最高やな、うん、めっちゃいい、やりましょう。いや、させます、うん、絶対やりましょう。そうですよね、そうですよ、ここもう一回、いやいや今夢の話で一回ここで現実に戻るんで、めっちゃクッションとしていいですよ。あのやっぱあの緊張と緩和みたいな。おいくつですか？36です。36ですか？うん、いや見えないっすね。どっちに？どっちか想像に。今日の動画のもしかしたらサビやったから。なんでってここでって要所要所で使ってもらう転換で使います。どっちにってどっちにどっちにどっちに次も行かなあかんから、うんうん、行ってもしかしてもう戻ってくるかもしれない撮影後で、うん、ありがとうございます。ちょっと後で戻ってきていいですか、ワンちゃん。もちろんです。もうあんな店もう時代遅れやわ。いやいや、もう店舗名や、結構最先端行ってるけどな。なあ、めちゃめちゃ良かったほんまに。次の店が商店街の前らへん、うん、この中っぽい、お、はい、あ、これや、これここ、これ吉井博さん、すいません、あの上部録ですけど、あのそれがホテルから、はい、いいですか、すいません、はい、ハイボールと、はい、レモンチューハイで、ハイボールとレモンが、はい、実はその世界パスでドリンク、ワンドリンク無料なので、うわー、マジですか、はい、チューハイレモンはいけるんですけど、ハイボールがちょっと入ってなくて、あ、だったら僕も生のショーかチューハイかショートドリンクがあるんです。あ、ふんじゃあ、チューハイレモンもらっていいですか、はい、ありがとうございます。チューハイレモン分割で世界パス使わせていただきます。うわ、すげえ、そんな効果あるんですね。そうです、毎日持ち歩こう。ちゃうて、あかんやん、あかんやん、はい、乾杯。あ、いいな、ここもいい店やな、活気ある店で、うん、うん、お客さんも多いし、すごいいいな、この感じも、にぎわってるお店、うん、他の店も美味しそうやし、はい、うまっ、うまっ、すげえ、もう、あ、まあ、これ幸せやな、うん、いただきます。はい、うわー、うまっそう、俺生姜めっちゃ好きやね、柿が入ったんだこれ、えー、うまそう、カキとホタテと、もう山と海が融合して地球へ笑ってもうた地球か、これは全部や、丸ごと、いただきます。
なんかやっぱほんま下町の味って感じだわ、濃いソースで麺より具がくん麺そすってんのに具の方が先くるぐらい具多い、デラックスやもん、ね、今でっかその肉ほんま、寝込んだ具すごいっすね、具がやばい、デラックスはねこの世の全て入れちゃいましたみたいな。あ、食べやすい、めっちゃ食べやすいけど、ペロっておやつ感覚で、ああ、いっちゃうタイプね、うん、めっちゃでもソースとかめっちゃ味効いてるし、うん、ガツンってくる感じやわ、このソースは食べやすい、なんか飲みながらでめっちゃいい、多分これ深夜とかでも食べれる、罪悪感なく、気づいたら太ってるかもしれないんだけど罪悪感、マヨネーズあるから、うん、ああ、めっちゃ軽い、あこんな軽いんや、俺、あ、好きかも、結構俺、重いお好みより軽いお好みの方が好きやね、うん、いや、マジ尺やばいやろ、結構ロングですね、だって街紹介ってやばない、ホテルが街やん、しゃあないやん、いつものことやねんけど、なんか旅ってもう常にドラマが起きてしまう、出会いが起きてしまう、でもやっぱりこう、ショーブログはやっぱこう人を幸せにしたい、視聴者さんだけじゃなくて見る人だけじゃなくて、こうやってここを営んでる人たちとかこの街自体、だから今日も言ってたけどこの子がやっぱりこう昔みたいな街を取り戻したい、自分たちが復活させたい、若い人たちが復活させたいって言ってたけど、やっぱ俺もそうで、こうやって発信力ある人間はそういう使命があるから、だからもともと YouTube を俺は盛り上げることによって日本をもっと盛り上げたいと思うし、そういうスポットが当たってないところにもっとフォーカスしたいなと思うし、うん、だからもっと影響力を増やして、うん、人を救いたいなと思って、目指すはチャンネル登録1000万です、本当に、マジでいけると思ってます、やっとステージに立ったんで、とりあえず食べましょう、はい、すごい、マスターの息子、男前やな、8月の20日、NHK テレビで、嘘、なんで、サンドウィッチマンで、番組で、ここの紹介、うん、あ、これか、これらしい、すごいわ、あ、これ、これ、8月20日やって、すごいわ、イケメンやわ、うん、ハーフですか、そうです、ハーフ、元フロリダで、今、うん、4代目でやってくれてる、お兄ちゃんの方がソース作ってるとこで、あ、これがジョー、ジョーですか、そう、ジョー、そう、ジョー、うん、そう、僕のお兄ちゃん、ジョー、ジョーらしい、名前一緒よ、よろしく、よろしく、名前はジェイク、ジェイク、SNS やってないの、やってる、で、これだけ、これだけ、あ、これでアカウントでいいんじゃん、アカウントでいいんじゃん、何歳、19歳、あ、19歳、イケメンやな、モデルやな、ここのか、あ、看板ですか、結構イケメン結構言うてよ、結構イケメン、それ結構イケメンやね、俺でもなんか見てたらガッツあるわ、あ、ほんまですか、アマゾン行ってたりとかなんかよ、それすごいよ、あー、もうガッツだけは誰にも負けないんですよガッツだけでここまで来たということ、でもなんか見てるとただ単にこう番組だけじゃなくて、はい、結構影響法なんか、こんなとこあんねん知らなかったでもみんなが教えてくれるんですよ、視聴者さんがうわーって来るんで、いろんな場所ここ行ってここ行ってとか自分でも調べて、いや大変でしょうか、でもいやでもなんか好きなことに時間かけたいんですよ、集中して、いやあれですね、いやあれです、ほんまにお父さんなんですか、お父さん、あ、で今後引き継いでいこうみたいな、うわめっちゃいいや、僕は3代目だったから、何年前からですか、23年、うわ僕もあの子供の頃ここ来たことありますんで、頑張って、会えたこと公園に思ってるわ、いやこちらこそですよ、選手自分でやってるの、それか他もう今は俺じゃなくて任して、そう前やった、そう前やっててみたいな、大変やから、そう大変やから頑張っていかない、お互い頑張ろう、お互い頑張ろう、俺上に上がっていかなかな、俺もちょっとやって、でもめっちゃむずいの、頑張れ、大変なことにこそ意味があるから、うん、覚えとこう、覚えといてほんまに絶対いいやつ、うん、わかる、うん、ちょっと覚えてて皆さんこの顔をじゃあええやつやからじゃあまたありがとう、はい、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうに来てくれ、じゃあこちらこそですよ、ここマジでうまかった、うん、だからやっぱさっき4台続いてるって言ってたけど、それぐらい続くっていうことには意味があんねんな、やっぱり、じゃあ次銭湯行こうか、よっしゃ、これも、これ買ってくれました、嘘マジで、いやいやめっちゃ美味しいから自分の店で自腹で買うてくれ、ありがとう、アメリカのおばあちゃんがなんかめっちゃ空気が作って、それでこの子が、うん、あの作ってる、本音作ってる、手作りのクッキーなんや、はい、うん、ありがとう、いやそんなめっちゃ美味しいからぜひ使ってくださいマジで、うん、レジで俺その店の人が自分あのプレゼント買うての初めて見た確かにな優しい、兄ちゃんの腸ナイスティミーティーだ、遠いやろまたよろしく、じゃあね、ありがとう、ありがとう、ありがとう、美味しかったです、ごちそうさまでした、ごちそうさまです。
回一回が映画見てる気分、うん、映画の世界入ってぐらいのドラマティックさと感動があるわ。あるな、うんうん、なんでこんな一生一生が濃いんや。ジョーブログらしい。だからその次に行くんが大変はい、ずっとここにいたい、うんうん、ジョーブログしてんな今日も、うん、してるわこれは。ほんまに最高ジョーブログ。みんなごめんやで、めちゃめちゃ雨やけどこの世界ホテルの提携してる線路こちらですエビス味あるな。昔ながらの地元の鮮度って感じやな、うん、そこが世界ホテルでこのプラン予約してたらこれあったら無料で入れるみたいなんで、うん、何でもあるやん。サウナもあるし水風呂、ラジウム、あ、ほんまや、アンチャー露天風呂ってのあるから、うん、じゃあちょっと待ってください、入っていきたいと思います。はい、見てた。マジでいい。めっちゃいい、うん、その昔ながらのその風貌をしてるっていう感じだけじゃないね、うん、ゆうつかります。じゃゆうもちょうどええね、うん、多分暑いのが嫌いな人無理なぐらい、うん、俺ちょっと暑いの好きやから、うん、うわめっちゃ浸透してるな。で、まあ、サウナ入ろうかいって、うん、まあでも酒も飲んでるからちょっと様子見で入ろうって、うん、まあ、基本的になあのみんな良い子はねしなあかんで、うん、もうほんまちょっと入ってみんなにレビューするためだけにやで、伝えるためだけにちょっと入ろうかぐらいの感覚で行ってんや、うん。もうびっくりした。えってなって、うん、なったな。入った瞬間に2人で顔見合わせて、うん、俺ら結構全国のサウナ行くねん。やっぱ温泉旅行行きまくってるイコールサウナも行くわけやん。そうっすね、うん、整うんも好きやからさ行くねんけど、バリバリで熱いねん、うん、温度すごい。いや初めて、うん、こんなに暑かった。110超えてたな行っとったな、まあ、メーター見たら110超えてんの、うん、なんか100を目指してるやん大体サウナって。そうですね、90何本とか多いやん。そうやな大体いる。なんやかんや、まあでもあんまこう無理もしたらあかんわ思って水風呂入ってんや、うん、俺ら2人でずっと無言はぁーみたいな。バリ整ったマジで。いやだからサウナとかに冗談抜きで人気出ると思う。なるなあれは。受付のだってあのお姉さんもちょっと自信持ってたもんな、最後、うんうん、出る時整いましたみたいな感じで、うんうん、俺このままほんまちょっとごめん。いや分かるよ分かるよ、コテンって行きたいもん俺も。ここで行けんでもうこのゴツゴツのとこで行ける。ここで行けるよもうぐらい行ってる、整ってる、うん、行けると思うわ。ちょっと一回だから寝転んで、うん、一回寝転んでみてね。一回寝転ぼうマジで、うん、一旦ね、うん、そうしようそうしよう、うん、うわでもうパッもう商店街入ってここに帰んねん、おもろすぎやろ、ね、ここに住んでるかのような感覚。ああ見てこの景色すごいよ。ああやばうわやばいな、やばい、ちょっとマジでやばかった。ちょっと最高でしたほんま、うん、世界ホテルさんありがとうございました。こう風情っていう街を感じた、うん、やっぱ大事なもんは下町に落ちてるんやな思ったわほんま、うんうん、なんかいろんな人との触れ合いしっかり皆さんに今日は優しくしてもらって、視聴の皆さん本当にありがとうございました。なんやかんや人が見てるんやなって思った。あの店店行くごとにジョーブルグの視聴者さんを追って、あ確かにそうやな、うん、ジョーくんっつって見てるよあん時のこの動画見て、うん、って声かけてくれてすごいこう支えられてるなって思ったから、うん、やっぱ人なんやなって、うん、人とのつながりなんやなって思いました。本当にこれからも人に元気と勇気と活気を与えれるようなチャンネルにしていきたいなっていうふうに、また覚悟できるようなそういうような経験ができた旅でした。また新しいいろんなことを学びました。マジであの整ったほんまに、いやえぐい、あのサウナはズボーン来たな。バケモン、あれバケモンやったなあれ、うん、酒とか全部飛ばしたよ、全部抜けたよ。うん、で二日酔いの時俺多分通うかも、多分西成とかから通うで、通うレベルやな、うん、あのサウナ分かってると思うけど、もう俺眠いで。いやいや、見たら分かるっすよ、スイマと手つないだもん僕行くっすよ、ね、いいよ別に全然俺もう無理やもんどっか行こうかな思ってて、街に繰り出そうと思ってて、ほんまに、うん、ちょっと一回寝かして一回ね、もう整ってしまったわこれは完全に一緒におやすみなさい。やりたい。